真っ赤な色シダ職人。今回はなんとジャンルが3つあるんですけれど、全部ヘッドの色はブラック。真っ赤な色といえばブラック、まあ、これに合わせたかどうか全く関係ないと思いますが、ドルフィンシリーズのドルフィンブラック122シリーズ、これ初めて見たんですよ私も。まあ、ドルフィンといえばあのサンドウェッジとかドルフィンアイアンとか、あのイルカでしたっけ、ドルフィンはマークで、で割と優しいっていうイメージがあるんですよ僕の中で。お助けクラブというかアマチュアの味方という、それが今回のはですね、まあ、このユーティリティ、そしてアイアン、そしてウェッジが全部ですね、今までのいわゆる一般的に売られているジョン・ドルフィンと違ってシャープなんですよ。まあ、プロ向きという言い方ではないんですけれど、今までのドルフィンとはまあ色が違うだけではなくて、非常にヘッド形状がこのユーティリティにしても、こうやって見た時にヘッドがね非常に小ぶりなんですよ。でアイアンはこれもう本当にもうプロモデルに近いぐらいソールの幅が狭い、ヘッドの大きさもそうですね、そんなに大きくないんですよ。これこうやって見た時にでバックフェイスは一応キャビティでディープバックになってるとはいえかなりシャープです。でウェッジに関してももう本当にこうプロが喜びそうなというか上級者向けな非常にシャープな形状。これだけシャープなものを作っちゃってドルフィンって名前つけていいのというのが僕の中での第一印象です。ただ当然ですけれど名前がドルフィンってついてれば見た目とは違うんですよというふうなメーカーのなんかこう意図あるんじゃないかと思うんで、その辺じっくりテストしてみたいと思います。いきましょう。まずは、これ4番のユーティリティでロフトが19度、まあ、4番にしては少しロフトがストロング立ってますね。でシャフトはマミヤのアッタスのシャフトです。85mm です。結構しっかりしてますね。わあ本当だ、ヘッド小ぶり、シャフトは結構しっかりしてますね。いきます。いいなぁ、はい、引っ張っていきます。よいしょ、これはしっかりしてるわ、はい、ここにしてもよいしょ、あ、ミスです。見てください、フェースもね小さいんですよ。フェースのねこのこれ、ね、キャスコさんのね昔からあるスーパーハイテンと呼ばれている非常にこうオリジナルの非常にこう反発がいい素材で、打った時にはねフェースの球離れはね割とね球フェースに乗っかる弾くっていうよりはフェースにボールが乗るタイプです。で何よりも強いですね、球が。これができます。球が強い。シャフトがとにかくしっかりしている。これは骨太です。弾き切りは。はい。強いね、球190ヤード、4番で。本当にね、こう、まっすぐ打つっていうよりは、このヘッド形状が表しているように非常に小ぶりなんで、アイアン感覚で打てますし、何よりも球筋を自分でちょっと作りたい。でこのシャフトがこれマミヤのアッタスなんですけれど結構ハードです。これはびっくりしました。なのでもう本当にこう払って打つっていうのもいいんですけど、少しこうアイアン感覚で
ビシッと打つ。ちょっとね、こういう感じですね。こんな感じの方がいい感じでいきます。いや、でも結構これはっきり言います、初心者向きではありません。もうこれはメーカーさんに怒られてます。やっぱこの形状通りで見た目より優しいっていう感じはちょっとありますけれど、やっぱりこう見た時に、あ、これ当たんないよなって感じる人はやめた方がいいです。で、逆にこの小さい方が、集中できる。で、やはりこうコントロール性がしやすい。中級者からまあ上級者が、まあ、この色もそうですし、あのデザイン的に言えば中上級者向けで、イメージした弾道が打ちやすいっていうUTDだと思います。続いてはいきます。これは結構しっかりしてるよ。アイアンのヘッドはちょっと、シャフトは同じくマミヤのアウタスのシャフトです。シャフトだな、ちょっとロフト立ってますね。ならばね、はい、これよくだな、いい感じ。おお、いいですね。これまずいきます。なるほど。もういい感じですね。これはね、びっくりしました。ちょっとユーティリティとね、同じシリーズなんですけど、非常にソールも狭いんで、なんかこうちょっとプレッシャーちょっとあったんですけど、打つとね、ここのやっぱこう膨らみとキャビティの深さでしょうね。これはもう本当に見た目よりも優しいですね。なので、なんか見るからに優しいアイアンを使いたいっていう人よりも、やっぱりね、キャディバッグに入れた時に、こう結構かっこいいアイアン使ってるんじゃないの、結構これは上級者向きじゃないの、このソール幅はと。見せかけといて、で見たら結構イメージよりも優しいですね、見た目よりも。よいしょ、優しい、はい、楽に。もう一発150ってことないですね。160が楽に打てますね。よいしょ、ほら、まあ、これね、7番でロフトがね、多分20度台だと思う、30度以下だと思うんですよ。まあ、27、8度ぐらいかな。でも本当こう、球のね、これも、先ほどユーティリティと共通してなと思ったのが、非常に球の、よいしょ、こう、フェースにくっついた時のね、もう上級者プロ好みなんですけれど、玉乗りがいいというか、フェースに玉が乗ってる感覚、非常に打感がこう吸い付くってよく言いますけれど、その吸い付く打感が味わえます。で、これ本当ね、黒いからヘッドが小さく見えるんだと思うんですよ。まあ、実際もそんな大きくないとはいえ、このヘッドサイズにしては割とこう、なんだろう、僕も今ちょっとね、この辺とかにも当たってるんですけど、それでもそんな距離は落ちない。非常にこれはね、見た目と実際打った時のギャップが、いい意味でギャップが非常に大きいです。じゃあ続いて最後イメージいきます。まあ、ドルフィンといえばウェッジですよね。一気に出てこれがね、名前ドルフィンってついてるんですけど、このヒレはすごい小さいです。ここのえぐりはドルフィンらしいんですけど、ヒレを小さくして、でやはりソールもそんなに幅が広くない。まあ、ここにドルフィンの絵が入ってますけれど、ヘッドの形は本当にオーソドックスなんで、ドルフィンらしさというのがこのソールの受けの良さなんですよ。まあ、ちょっと見てみます。これの人工芝でも分かります。よいしょ、あ、これは楽だわ。これはドルフィン、
ちゃんとドーピングらしさが、うわこれはドーピングらしいね。ちょっと大きめのボールになりますね。よいしょ。ああドルフィンらしい。何がドルフィンらしいっていうと、ドルフィンの特徴っていうのはこのバンスがね、これもちろんあの好みがあるんですけれど、あまり強くないんですよ、ドルフィンっていうのは。で、抜けの良さがドルフィンのバンカーもそうなんですね。シャッて抜けるっていう。なのでこうバンスを使って打ちたいっていう人のクラブではなくって、なんかバンスのあるクラブだと跳ねてこうハーフトップしちゃうと、でバンカーでホームランしちゃうと、結構そういう方多いんですね、アマチュアで。多分その辺がドルフィンは考えてて、そのバンスじゃなくてもスッとこうソールが動いて、今見ていただくとボールが本当に上に上がりましたよね。だからボールが楽に上がるというのが僕はドルフィンの特徴だと思うんですけど、このサンドイッチはヘッドが小さくなってても、そのドルフィンのソールの抜けの良さとボールの上がりやすさ、非常にこう、これはね、もう本当に何も見なくて打ってもドルフィンだなっていう感じです。もうちょっとアプローチをやってみます。抜ける、抜けますね。非常にこう乾いた音がして、これね、今回ドルフィンブラック122シリーズで一番ドルフィンらしいのはどれですかって言われたら、実はこの角があんまり、このフィンがないんだけれど、このウェッジは非常にドルフィンらしさがあります。まあ、今回ユーティリティアイアン、このウェッジ3つのシリーズが出てて、まあ、もちろん3つ揃えて黒でいくぞとありです。でも僕はもし、まあ、これどれが一番いいんですかというと、目的によって変わるんですけれど、アイアンのイメージでユーティリティを打ちたい、シャープな感じで打ちたいんであれば、僕はこのユーティリティをおすすめします。で、かっこいいアイアンを使いたい、なんか人と違うモデルを使いたい、だけど少し優しさが欲しい、このアイアンいいですね、おすすめします。で、何よりこの122シリーズで、まあ、全部は買えないけれど一つやっぱり買ってみたいなっていうんであれば、迷わずじゃあウェッジ、これはね、やっぱりドルフィンってね、使いやすいんだけれど、なんかもうみんな使ってるし、やっぱりちょっと人と違うものを使いたい、で見た目はそんなにドルフィンっぽくないけれど、ドルフィンの優しさが欲しい、まさにそんなわがままなことを叶えてくれるのがこの122シリーズのウェッジです。まあ、今回僕も初めてですね、ドルフィンシリーズ、打たせてもらいましたけれど、改めてやはりウェッジから出たというのもありますけれど、らしさという部分ではウェッジ、その次ではアイアンで、このユーティリティ、これはね、本当にこう歯応えがというか骨太なユーティリティを使いたい方、なかなかね、ユーティリティって優しさ重視なんで、シャフトなんかも軽かったり柔らかかったりするんですけど、しっかりしたシャフトを使いたいっていう方にはこの122シリーズは期待に応えてくれると思います。まあ、今回のこのブラックシリーズね、本当に黒っていうのは僕もいつも黒なんですけれど、黒いバッククラブがバックに入ってる、それでドルフィンの優しさが欲しい、人と違ったものを使いたい人にはぜひ試していただきたいですし、バッグに入れてみてはどうでしょうか。